こんにちは、星野さん。メッセージありがとうございます。個人事業主を複数持つことが可能かっていうところからお話していきますけども、例えばね、会計士をしながらカフェもやっているという場合は、2つ合わせて個人事業主ですよっていうふうな登録を出す方もいれば、会計士としての個人事業、カフェとしての個人事業を同じ、事業主の名前で2つの、ね、事業をやってるって形で複数個人事業を持つこともありえます。でそれぞれ、その場合はそれぞれに確定申告が必要ですから、ちょっと手続きが煩雑になりますけどもね。で今回ですね、去年は3つのアカウントで入金がほぼ10万を超える月があるということで、今年はゼロですよね。ということはかける12をすれば120万になりますんで、3つのアカウントでそれぞれ100万、100万、100万を受け取ることができます。開業届とかね、確定申告がちょっとややこしいですけども、時給は可能ですんで、出してみてください。多くの方がね、こういうことを、知らずに、もしくはちょっと検索すれば出てくるのに調べずにとか、あとこういうふうにね、聞かずにとかいうね、自分には無理だろうと思って諦めるケースが多いんでね、私もこれからもどんどん発信していこうとは思いますけども、なんて言いますかね、どんな状況でもこれはなんとかなるんじゃないかなっていうふうに考えていくことがすごく大事です。今回メッセージね、星野さん私にいただいたってことは、自分にもなんとかできるんじゃないかなっていうふうに思ったということだと思うんですよ。素晴らしいと思います。これからもね、その気持ちをなくさずにね、FX もそうですし、いろんなことに取り組んでいただきたいと思います。多分ね、考えればどんなこともね、突破口あるんですよ。で自分で諦めて、はい終わりっていうふうにしちゃうと、そこで道は閉ざされるんですけども、残念ながらね、この件で多くの方が自ら諦めているところをね、こう鑑みると、非常に残念な気持ちというか、稼げなくてもしょうがないよねっていう風なね、気持ちもありながら、でもだからこそこういう風なね、大丈夫だよっていう風な情報発信をこれからもね、していこうと思います。星野さん、ちょっと面倒くさいですけども、書類ごとっていうのはね、頑張ってやってみてください。3つのアカウントそれぞれ100万ずつ受け取ります。失礼します。